1598年頃から健康状態が悪化し、嫡男利長に家督を譲り隠居したかった利家ですが、秀吉は利家を御大老の一人に任命。御大老における利家は家康に並ぶ地位に置かれ、このことから秀吉は家康に対抗できる人物として利家を買っていたと考えられます。その後は秀吉の遺言に従い、豊臣秀頼の守役として大坂城に入城、実質的な大坂城主となります。亡き秀吉の法度を破る家康に利家が反発すると、毛利輝元、上杉景勝、宇喜多秀家、三大老や石田三成、武断派諸将が利家に味方し、家康を除く四大老と五奉行九人と家康の間で生死を交換し和解。間もなくして利家は病気が悪化し、1599年に病没しました。